本日はお集まりいただきましてありがとうございます。またインターネット中継ご覧の皆様ありがとうございます。ただいまより1月21日大阪エディオンアリーナ第2競技場で行われます GHC ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオン大原はじめ対挑戦者原田大輔、また GHC タッグ選手権試合、チャンピオンチーム塩崎豪前バッハ谷口組対挑戦者チーム正木民谷剣王組の調印式を行いたいと思います。でははじめに、GHC ジュニアヘビー級選手権試合の調印式を行いたいと思います。ではまず会長の方からお願いします。はい、本日は調印式にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ノアザリボーンという、合言葉を掲げて、事務所も新しくなりまして、本日は事務所の中の会議室にて、会見をさせていただきます。事務所も変わったことで気持ちも新たにですね、2017年のプロレスリングは頑張っていきたいと思っております。で今回ですね、1月7日に行われました後楽園ホール大会において、ジュニアヘビー級の決定戦を行い、石森選手とここにいる第33代チャンピオンになられた大原選手、もう素晴らしい試合をしていただいてですね、見事チャンピオンになられた大原選手、まあノアにとってノアジュニアですねにとってはもうかけがえのない素晴らしい試合だったと思っております。そこでですね、今回思うところが多々多かったと思う原田選手が挑戦をアピールしまして、思いを組んでですね、21日に、ジュニアヘビー級選手権試合を大阪で行うこととなりました。また最近ノアに参戦していただいているフリーの弘樹選手や、陽平選手、早田選手、忠相選手などもですね、アピールをされて、私どもは今年はですね、ノアの選手に全てにチャンスがあると私言っておりましたけれども、このフリーで参戦しているこの方たちにも力強いアピールと実績があればどんどんチャンスを与えていきたいと思っております。以上です。ありがとうございます。それでは原田選手、まずタイトルマッチに向けての意気込みをお願いいたします。まあ、このノアジュニアの価値を落とされたので、大阪で大原とノアジュニア史上に残る試合をして、もう一度ノアジュニアの価値を上げたいと思います。価値を落とされたというのは具体的には？返上ですね、やっぱり。うん、まあそれは僕自身が思ってるのか、他は誰も思ってないのか、それは知らないですけども、やっぱり2つのベルトを一気に返上して、それを受け入れた会社も価値を落としたっていうのを気づいてほしいなと思いますし、やっぱりそれを上げていくためには戦いでしか見せることしかできないんで、大阪ではヘビーに行ったやつらを後悔させる戦いをします。ありがとうございます。今の原田選手のコメントを受けて、大原選手、意気込みをお願いいたします。はい、今の原田選手のコメントありましたけども、自分も全く同じ気持ちです。小峠個人に対してどうこうっていうふうには思わないですけど、やっぱ日本のベルトを返したことによってヘビーの下だっていう、そういうふうにお客さんにも見られると思うし、会社からもなんかそのジュニアからヘビーに上がること、階級を上げるだけなのになんかまるで格が上がったかのような、そんなようなね、扱いというか雰囲気があって、非常にそこは気に食わない。このベルトだったりジュニアというか階級、我々はすごくその格下みたいな見方がされかねない、そういった状況を作っている会社状況、すごく俺は悔しいし
納得いきません。だけどさっき原田選手が言ったように、戦いでしか俺らは変えられないから、俺と原田選手で2人で大阪、今までのノアいないね、歴史に残るような試合をしてどうだと、うん、小峠にも慶応にもね、ヘビいたずら後悔をするような、そんなね試合を見て見せてね、お客さんからもやっぱノアのジュニアすげえな、これからの大原にも原田にも期待できるな、そう思ってもらえるようなねタイトルマッチを大阪ではしたい。そういう意味では原田選手と、まあ、目的というかね気持ちは今ある意味で一つなんじゃないかなって、そういうふうには思ってます。だけど自分自身原田選手には今まで負けてばかりいて、この間のタイトルマッチでは言いましたけども、本来僕でなくて原田選手と石森さんがね決定戦やるんじゃないのかなと僕は思ってました。まあそんな中前回会長からねああいう言葉があって やってなんとか勝ったわけです。でも自分の中でやっぱり原田選手 勝たないとノアのチャンピオンだなんてねでかい顔はできないし、まだ腰にベルトは巻いてません。しっかり原田選手に勝って誰からも文句を言われず認められるチャンピオンになって腰にベルトを巻きたいと思います。大原さんに、はい、伺いたいんですけれども、はい、まあ、原田さんは、はい、大阪の試合の順番が、はい、ヘビー級のタイトルマッチタッグの選手権試合がないので、はい、ジュニアがセミファイナルであるということを後悔させたいと言ってたんですけれども、はいはい、その大阪の試合順に関してはいかがですか。やっぱりそのプロレスリングノアの興行として会社がメインに持ってきたものとセミに持ってきたもの、そこのやっぱ評価っていうのはあると思います。なぜ自分と原田の試合がメインじゃなかったのか、うん、ちょっとね考えれば多分会社からしたらメインよりセミだなっていう判断をされたからでしょうね。それをさっきも言いましたけど口でね言ったところで何も変わらないですから、戦いで見せてお客さんもそうだし会社もそうだし、あ、こっちがメインだったな、こっちが一番面白かったな、そんな試合をねやっぱするのみですね、はい、それは原田だったらできると思ってます、はい、原田さんはここでジュニアのシングルのチャンピオンになった大原選手、まあ、まだシリーズは終わってないですけどシリーズ通して見てきてどんな印象をお持ちですか。まあチャンピオンになって今年のナージュニアを引っ張ろうとしてる意気込みはすごく感じるんですけど、申し訳ないですけどそれはもう1月で終わりやって、2月からは今年1年俺が引っ張っていきます。まあこの引っ張っていくっていうのは新しいそのまあいろいろ新しいメンバーも入ってきましたけれど、新しいノアジュニアっていうものを切り開いていくということですか。そうですね、まあ、新しいメンバーも増えてきて今までにないノアジュニアのカラーもできつつあるので、それを完成させて改めて今年終わった時にノアジュニアヘビーよりすごかったな、そういう一年にしたいです。今まで何度もあのシングルと戦ってるお二人まあ、過去の、まあ、ムービングクラッチとか、まあ、いろいろ苦い思いをしてきたと思うんですが、どんな攻略法を描いてますか。攻略法、まあ、ここで言えば意味がなくなるので言いませんけど、やっぱり苦い思いはお互いずっとしてきてるんで、取ったり取られたりでどっちが一歩先かっていうのはまだ分かんない状態ですし、次の大阪で勝つことはもちろん2人にとってすごく意味合いのある試合になったなと思います。まあ、大原さん改めて第3パターンの自分を出すというふうにおっしゃってましたけれども、はいはい、その辺のヒントみたいなものっていうのはまだ。そうですね、やっぱりあの今までシングルやって自分の方がやっぱ負け越してるっていう自分は思ってますし、実際お客さんもそう思ってるでしょうね。
実際自分が今回そのチャンピオンという立場で大阪を迎えますけれども、なんかお客さんの印象もそうだし、自分自身も逆に自分の方がチャレンジャーなんじゃないかって、そういうような気すらあります。だからこそやっぱり自分は原田を倒さないとベルトは負けないって言ってるのも、まあ自分も思うし、多分お客さんも思ってることだから、多分そう僕は思ってるんですけども、今まで通りね、これでやって原田選手にベルト取られたら、やっぱ自分自身変わんないんですよ。去年の大原、自分何も変わってない。またね、それで下がって上がるのはすごく大変なことだしね。このノアの勢力図、何も変わんないし、ノアジュニアのなんていうか、その面白さをやっぱり作れないと思うんですね、今までと同じだったら。そういった意味でも、自分個人だけの戦いじゃなくて、やっぱノア全体、ノアジュニア全体のためにも、この戦いは自分落とせないな。自分が変わらなきゃ、そういうふうに強く思ってますね。そのための第3といいましょうか、新たな大原はじめを見せて、かつそれが未来のノアジュニア、きっとそれが無意味になります。会長は今お二人からそのジュニア軽視という言葉がありましたけども、それを会社としてどう受け止めてるかっていう。まあ特に軽視しているつもりはないんですけれども、まあ彼らの言うことはその十分理解するところありますし、まあ、いわゆるその試合順とってはね、どっちがメインだセミだとかさっていう話に なってるっていうのは、もうこの団体の中でいろいろな思惑の人間たちがもう戦い始めたなっていうのをひしひしと感じます、ね、もしかしたら本当に、まあ、今までのそのセオリー通りだね、そのヘビーがメインでとかジュニアがセミでとかっていうのはもう過去の遺物になって、ね、彼らが変えてくるかもしれないし、それはまあ僕の中ではそのこういう反発するこうエネルギーっていうのが非常に未来につながるような気がして、ちょっとワクワクしますね。それでは調印書にサインをお願いしたいと思います。ではまず挑戦者の原田選手からサインをお願いします。チャンピオン大原選手、調印書にサインをお願いします。では最後に内田会長、サインをお願いします。3名のサインが入りました。それではフォトセッションを行いたいと思います。それでは選手権に向け、慶応選手から意気込みをお願いします。まずはじめにヘビー級転向一発目で小峠がタイトルマッチっていうのがすごい納得がいかなくて、俺もね、ヘビー級転向してなんでタイトルマッチ組まれないんだっていうのがあって、それは誰が決めてるんだと思って考えたのは、やっぱ会社だろって。会社じゃねえよお前、うちだだろって俺は思って、おいなんでお前小峠だってタイトルマッチどんだけお前甘やかしてんだっていう話で、どうなんだよなんで小峠が初めタイトルマッチを組んだの。まあ小峠が先に、まあヘビー級転向を口にしたのは慶応選手が先でしたけど、まあ、小峠選手のアピールと、まあ、実績と、そしてタッグパートナーが丸藤選手であるってことで、決めただけのことです。まあいいよ、内田がそういうこと言ってるんだからよ、やはりよこのノアを変えていかないといけない。新生のはやはり変えていかないといけない。
誰が動かすんだ。おい、うちだってめえじゃねえぞ。俺が絶対動かしていいからよ。俺はよ、この新生のね、舵を取っていくんだ。そしてよ、今いるチャンピオン、もうノアの今じゃ古株、俺たちがベルトを奪って新生のは新しくスタートさせるからな。ありがとうございます。では、北宮選手、お願いします。俺たちタッグチーム急増も急増だけど、ベルトへの欲、結果への欲こと、この2つに関してはチャンピオンチームよりも、なんならノアの中で誰よりも勝っているっていう自負がある。21日以降、チャンピオンシップ以降は俺たちがそのベルトを巻いて、谷口、塩崎、あんたら2人には過去の人間になってもらおう。以上。ありがとうございます。で、今の挑戦者チームの意気込みを受けて、谷口選手より意気込みの方をお願いいたします。そうですね、まあ前哨戦も何試合かあったんですけど、まあ自分たちが全て勝っていくということで、はい、まあ剣をヘビー級に転向してきて、まあ、21日のタイトルマッチでは、はい、前哨戦以上にヘビー級での戦いの厳しさを分かってもらってぶっ潰したいと思います。ありがとうございます。塩崎選手、お願いします。はい、まあ、1月21日大阪、こうやってタイトルマッチ組まれましたけども、まあ、まだ小峠が先に挑戦したとは、まあ、子供のようなことを言ってる挑戦者のことは別に何もね、俺はどうでもいいことですし、ただこのベルトをこのベルトをかける戦いというものを、ノアのヘビー級の厳しさというものをしっかりと体で覚えてもらおうと思います。そして、まあ、古株言われてますけども、この古株のね、ノアの古株の厳しさというものをね、しっかりとリング上で味わってもらって、しっかりと防衛したいと思います。ケモンさんと北宮さんに伺いたいんですけど、前哨戦では、まあ、ケモンさんが直接ピンフォール2回取られていて、状況的には劣勢なのかなというふうに見えるんですが、この今の現状について、現在の状況について、どう思います？まあ、先ほどもね、谷口がノアのヘビー級の厳しさを教えてやろうって言ったけど、もう俺はもうこの2回で十分味わったつもりだから、うん、もう次からはもうノアのヘビー級もう味わってるから、俺がよ、この対ヘビーに対して、さまざまなこう引き出しを出して、必ずこの大阪ではね、もうヘビー級の洗礼を浴びたんで、俺が逆に俺の強さをこいつらに浴びさせてやろうかなと思ってます。チームワークっていう点では、北宮さん、あの急増も急増っていうふうにおっしゃってましたけれども、うん、何回かアタックを組んでみて、チームワークっていう点では、手応えがありますか？それともこと個の力で分派できるという手応えがありますか？まあ、そういうベルトへの欲っていう部分で、やっぱりそれはね、タッグ選手権だけども個人の欲なんで、僕ら二人は、うん、そこでチームワークあるかもしれないし、もしかしたらないまんまに勝つかもしれない。それをやってみないとわからないけども、この力でいけるって思ったから、俺たちはこの間の後楽園で挑戦表明したわけで、うん、今そのチームワーク、タッグチームとしてのなんだろうな、実力に関して不安は全くない。ゆがいたチャンピオンチームは、このお二人のチームワーク、タッグマッチとして戦う上でどう映りますか？そうですね、昨日の大会でもこの二人と当たりましたけども、まあ本人たちが言うように個人個人の力は相当のものだと思いますし、まあ、それがね、タッグとしてプラスになるのかマイナスになるのか分かりませんけども、ただ
簡単にこのベルトをね取らせるわけにはいかないので、その俺と谷口タッグとしての力を見せつけようと思います。塩崎さんはその中島選手の GHC ヘビーシングルの方にも目を向けているという状況ではありますけれども、そこに向けてもやっぱり負けられないと。そうですね、まあ自分としてもこの GHC タッグと GHC シングルこの2冠というものはやっぱり自分のもうロマンだしね、男としてのロマンだし、それを狙うのは欲があるから、欲がある人間だから当然だと思うんでねまあでもまずこの GHC タグをまず防衛しないことには始まらないので、勢いをよりつけるためにもこの GHC タグを防衛してね、この強い2人から防衛してタグとしての確率を目指していきたいなと。欲って言っても強調されてましたけど、はい、じゃあ欲っていう面でも負けてないと。まあもうそれはもちろん誰にも負けるつもりもないし、負けてるとも思ってないし、まあこの2人の、GHC タッグのベルトに対する欲、それをねチャンピオンとして受けて立ちます。本当に KO さんはこのベルトを取って今年新生の顔になるというふうにおっしゃってましたけれど、どんな展望を持って顔になるか。まあまず、新生のは動かしていくのは、ヘビー級チャンピオン中島でもない、ましてやここにいる内田でもないって俺は思ってるから、この新生のは動かしていくのはもう俺だと信じてヘビー級転向してやっていくので、俺はもう、ね、このベルトを取ってそれを機会にもう本当今年はもうどん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 こう突き進んでいこうって考えてるので、もう今後のねベルトを大阪からもう俺から目を離すなって言いたい。よろしいでしょうか。それでは、調印書にサインをしていただきたいと思います。ではまず挑戦者チーム慶応選手、北村選手、サインの方をお願いいたします。サインをお願いいたします。ではチャンピオンチーム谷口選手、塩崎選手、初日の方にサインをお願いいたします。最後に内田会長、調印書にサインをお願いいたします。では5名のサインが入りました。それではフォトセッションを行いたいと思います。